市川橋は、東京都江戸川区北小岩一丁目と千葉県市川市、市川三丁目の境界線上の江戸川に架かる、国道14号と千葉県道、東京都道60号市川四次木線の橋である。市川橋付近の略図、東京の東で南北に交差するのは、松戸街道である。映画館、市川館とその東隣にある、稲荷神社の北側にあって煙突から煙を吐いて、 いるのが、田中九平が経営した、釜屋醤油の醸造工場である。旧名は、江戸川橋。全長399メートル。幅上り17.5メートル。下り12.45メートルの連続高桁複合橋形式を採用している。江戸時代には桜街道上にあり、関所と渡し船が設けられていた。明治維新後も渡し船による輸送が続けられてきたが、河野台に、 陸軍共同団、続いて陸軍や砲兵第二旅団が設置されると、東京防衛のための役割があるにもかかわらず、江戸川に阻まれて東京都の陸路が閉ざされているという問題点が生じた。そのため、1905年1月16日に私船の船着き場近くに江戸川最初の木造橋で、ある江戸川橋が設置された。後に江戸川橋と並行する形で、 京成電鉄の鉄橋が架けられた。1927年12月2日には、従来の江戸川橋よりも南側の現在地に、鉄橋を設置した。その際に市川橋と解消された。その後、老朽化と交通量の増加に対応するために、全面的な架け替え工事が行われた。1963年9月に、下り線が、1967年3月には、 上り線が完成して、現在の姿となったのである。江戸川橋1905年1月16日土木、学会附属土木図書館正確に言えば、江戸川にすぐ橋を架けることができなかった、京成川が、当時、伊予川と呼ばれていた江戸川橋の小岩川のたもとに、伊予台地を設置して、鉄橋開通まで江戸川橋を使って、乗客や貨物のやり取りをしていたのである。 市川橋1927年12月2日、土木学会附属土木図書館。ありがとうございます。